仕上がりはいかがでしょうか。仕上がりはもう過去最高と言っていいぐらいいい感じですね。一戦一戦いろんなこと自分の中で成長していってるんで、その試合までの期間もそういう意味で今回は本当過去最高のコンディションですね。今までと今回は試合前の八木さんのこう周りというか、八木さんが感じるこう周りの反応みたいな、今までと比べるとどうなんですか。まあ全然違うっすよね。やっぱり五味選手有名なんで、あの選手とやるのか八木っつって、すごい周りがウキウキワクワクしてますね。ちょっと改めてなんですけど、五味戦はどういうテーマで、テーマ、そう試合内容じゃなくてテーマですか。そう、まあ、まあ本当何回も言うんですけど、まあ、世代交代、エース交代っていうのを自分の中で思ってて、そうですね、はい、世代交代、エース交代、スター誕生一番ってことですね。え、一番ってこと。そう、はい。まあ、八木さんが有利という予想の方がこう意味するんですけども、はい、勝ち方にはこだわりみたいなのはあるんでしょうか。勝ち方は、こだわりはないですけど、やっぱり自分云々じゃなくて、やっぱ周りが見て、お客さんが見て、わあ、八木いい勝ち方したなとか、楽しかったなって思ってもらえるような勝ち方をしたいですよね。うん、だから自分はもちろんね、KO 狙ったり一本狙ったりってしていくんですけど、そこでみんなが楽しんでくれる試合、勝ち方したいですね。試合後は握手をしてる感じですかね。どんな感じ。いや、もちろん握手をしたいです、したいですけど、まあ僕の中のね、憧れのヒーローなんで、やっぱそういう選手試合できること自体幸せだし、まあ、そこでね、最後終わって握手できたらいいですね。そうですね、なんか会見の時に確かにありがとうございます。はい、選手のビデオはそのいつの時代のものをこう全部ある程度見てきたんですか。そうですね、全部見てきて、ああ、で、やっぱり全盛期の頃の結構見てて、なんだろう、全盛期の五味さんに勝てる練習、対策、心構えっていうのをしてますね。うん、じゃあ川尻戦とかそういったものを見て、はい、その全盛期を、全盛期と言ってしまったんですけど、その五味選手を見て どんな印象を持ちましたか。やっぱそのガキの頃見てた感じと、うん、今見る感じがやっぱ違って、うん、やっぱ楽器の頃、あのね、多感な時期に見てた印象はもうほんとやべえなこの人っていう、誰も勝てねえだろっていう感じだったんですけど、やっぱ今こう格闘家になって改めて見ると、あ、こんなところ、まあ穴あるって言い方悪いですけど、あ、こんな感じなんだとか、あ、こういう風にやれば勝てそうだなとか、なんか違った見方ができて、なんか面白かったですね。より等身大にジャンプでと、はい、うん、リングでのゴミは強いというところもありますけれど、リングでゴミ選手で気をつけたいことありますか。やっぱり一発ある選手なんで、それはやっぱりもらわないで、いかに自分の距離感だったりとかタイミングで戦うってところですかね。うん、そしてプライドルールというか内陣ルールでのゴミ高乗りもそれはこう想像できる。そうですね、はい、うん、パウンドも強いしね、あのね、4点膝的なグランドの膝とかもなんかイメージあるんで、まあ、ああいうのも全部頭に入れて対峙しようと思います。昨日の会見で、でも前回もそうですけど、勝ったことやりたいと言ってきた選手がいますけど、あのストラッサ選手が、それについてはどういうふうに思ってますか。ああ、ストラッサ選手が、はい、勝ったことやりたい、はい、あ、まあそれは何とも言えない
し、まあ、俺自身の考えで言うと、もう格闘家に未来なんてないと思ってるんで、うん、まあ試合でね、まあ大げさっすけど死ぬつもりで戦ってるんで、僕は未来のことは本当考えないようにしてるんで、まあとりあえず明日勝てればいいっすねって感じですね。他に質問ありますか？安選手、まあ、ちょっと前回の試合の時にあの一部でちょっとあの髪をかき上げすぎじゃないかって声があったんですけど一部っていうかダイムで今回は、結局どうされる予定ですか？いや今回は結んで出ようかなと思ってるんですけど、まあコンローとかも考えたんですけど編み込んじゃうのもでも似合わないしから、まあ、結んで出ようかなと思って、でほどけた分はまたかき上げるかもしれないですそんな感じですね。あの試合を勝てばあの大晦日の舞台でいろいろとこうアピールするチャンスというかマイク持つチャンスもあると思うんですけど、なんかこう訴えたいことというか考えてることってありますか？まあ、今言っちゃダメですけど本当に今言ったらね言うことなくなっちゃうからじゃあ考えてはなんか、そうですね、ある程度は考えてますね、はい、まあ、うん、考えてます。あのずっと世代交代で、まあ、ケースというふうにご自身もおっしゃってて、まあ、大晦日勝てば、はい、誰もが認めるところになると思うんですけど、エース、大事なエースであるというふうに、そうなった場合、2018年、雷神を引っ張っていく立場にもなると思うんですけど、うん、なんかこういうふうに雷神をしていきたいなみたいな、雷神をしていきたい、来年こう、エースとしてこういうふうに引っ張っていきたいみたいな。いやー、どうなんすかね。俺が引っ張っていきたいっていうか、まあね、みんなで盛り上げて、また昔みたいな熱がね、戻ってくるといいなっていうのはすごい思いますね。うん、やっぱそのね、スタートが今回の大晦日だと思ってるんで、なんとなく、来年またどんどん盛り上がっていくことを願ってます。